はい、では第14回目物理化学の講義を始めていきたいと思います。本日の目次はですね、こちらに書いてあるように反応速度と反応機構と反応速度式の動詞と、半減期、アレニウスプロットとなります。すでに、化学工学っていう授業でやってるのかもしれませんが、物理化学においても、範囲ですし、大事な内容なんで何回でも聞いてもらって、構わないかと思います。はい。では、こちらがですね、小さい頃から、振動と呼ばれたアレニウス、スパンティアレニウスですね。この先生がですね、イオンの、提唱者です。塩化ナトリウムっていうのを水に溶かしたら、ナトリウムイオンと塩化水イオンになるんじゃないのって、言った人です。あとは活性化エネルギーっていうものがあるんじゃないのって言った、提唱者ですね。だから物理化学の、父の一人。と呼ばれています。で、物理化学で何を学ばなければいけなかったかっていうと、まさにここです。自発的に起こり得るものなのか、で、どれだけ使えるエネルギーが取り出せるのか、それについて、自由エネルギーっていうものを、学んできました。先週から、何度も出ていますけれども、このアンモニアですね。このアンモニアについては、あくまでも、これね、ギブスエネルギーと、ギブスエネルギー変化とエンタルピーの変化を考える限り、自発的な変化だし、発熱反応です。なので、エネルギーの高低差のみで議論する化学平衡的に考えると、平衡論ですね。で考えると、温度を下げた方が、目的物質であるアンモニア、生成系へ反応が偏るってことがわかります。一方ですね、先週から始まった反応速度論、反応が進むための条件が追加されたわけですね。これまでやってきた化学平衡の話にプラスして、反応がじゃあどうやって進むのかっていうのを条件が追加したのが、反応速度論だと思ってください。で、反応速度論的には当然ですね、反応を下げると、温度を下げると、反応が遅くなるので、目的物質であるアンモニアの生産量が下がってしまうと。どうしたものかという話ですね。はい、でそもそも反応することについては、こちらの活性化エネルギーや温度や濃度っていうものが、関わってきてるんだよっていうのを、先週、やりました。でその過程でこの反応速度っていうものを、導くことが大事だよっていうこともやりました。で反応速度っていうのは、次の2つの表現でできます。単純に濃度変化に対して速度定数をかけてものが速度になります。で、反応速度っていうのは、これね、書いてる通り、濃度変化と時間変化を表したものになります。で、反応速度の立て方と名称としては、こちらの反応については、こういった反応式が書けるし、B 両方の濃度が関係するものはこういうふうに書けると。で、例えばアンモニアだったら、窒素と、3つの水素で反応しているので、このね A と B が1と3で考えて1乗や3乗になるということで、反応速度式っていうものをかけるということを、先週ね、やりました。でこれに関して例えば何もね書いてないとか1次反応であったり、2乗って書いてあったら2次反応。これっていうのは全体で2次反応なんだけど A について1次反応 B について1次反応っていう表現をします。で、反応速度式で、よく出てくる積分の式です。で、この式を見た段階で、気持ち悪くなる学生がいると思うんですけども、大学入試のためにこういった積分の式っていうものを暗記したりとか、同質ね、なんで x 分の1を積分すると lnx になるのかっていうことはやったと思うんだけど、もうそんなの忘れちゃってよくて、結局、積分をやったときに、積分の式っていうものがあったなと。で、インターネットとか、例えばこの授業とかね、思い出して、そうそう、x 分の1っていうのを積分すると、そのね、同質過程は忘れちゃったけど、lnx になるんだったなと。でも、この x 次乗分の1を積分すると、マイナス x 分の1になるんだなっていうことを、調べて、ちゃんと書けるかどうかっていうのが大事です。だから、忘れちゃっていいんですよ。積分の公式なんてね。別に数学者に皆さんなるわけでもないし、皆さんね、少なくとも、応用化学コースなんだから、積分の式っていうのを覚える、ね、脳の容量を使用するぐらいだったら、違うことを覚えましょう。ね、だからあくまでもこれね、でなんでこれを強調するかっていうと、積分が出てきた段階でこう授業全部が難しいって勘違いしちゃうんだけど、そうじゃないです。ね、あくまでもこの積分の式っていうのはこのね、x 分の1っていうのが lnx になるんだなと思ってください。で、なんでなるのかっていうのを知りたいんだったら調べればよくて、で、別に知ったところで役に立ちません。まあ役に立つかもしれないけどね。ほぼ役に立たないですね。そんな時間でこう悩んだりとか、もともとの本質ですね。こう反応速度っていう面白い学問を積分が嫌だからもう無理みたいな感じで思うのは非常にもったいないです。ね、これはまあ英語でもそうですよね。英語も苦手意識があるのは皆さんわかると思いますけども、英語っていう段階でこうね、苦手意識が出ちゃって、見なくなるっていうのは非常にもったいないことだと思っています。まあちょっと長く喋ったのは、これがですね、結構多いんですよ。大きいんですよね。だから、まあアップデートしましょう。の考え方をね。はい。では、第14回目の講義に入っていきます。まずですね、反応速度と反応機構。で、反応速度式の動詞と、まあこれに続いていきます。では、まず反応速度、式と反応機構ですね。で、反応速度と反応機構については、時間という因子を考慮しますよね。あくまでも先週やった反応速度っていうのは未来を予想することです。だから、例えば、反応工学でも、やるんだけども、ある反応をね、製品を作りたい、化粧品を作りたいとか、マニキュアの製品を作りたいとか、何でもいいんだけど、何か反応をさせたいって思った時に、何時間後にどのぐらいできるのかっていうのは結構大事なんですよ。で、まあ、こう言葉的なものですけども、A と B が反応して C と D ができるっていう反応があった時に、この KP と KR、こう、正反応と逆反応っていうんですけれども、リバースの R かな。PO なんだろうね。で、この VP っていうのは、このね、A と B が反応する速度っていうのは、この A と B の濃度に依存します。で、この逆反応っていうのは当然 C と D の濃度に依存するということがわかるかと思います。こういうのを書くのね。で、例えば正反応が優勢と仮定すると、全体の反応速度 V っていうのは、このね、V っていうのは、正反応から逆反応を引いた値になります。で、大抵の、物質反応っていうのは平行反応なので、ここ、正反応と逆反応の速度が違うだけですね。で、まとまっているように見えるんだけど、で、先ほどの反応式ね、これを導入して、化学平衡で反応が落ち着いたとして、すると、この平行速度っていうのが VP と VR っていうのが、我々の目には速度が止まっているように見えるから、この式っていうのをイコールで置きますよね。この上の式ね。そしたらこの式になる。で、前半の速度を考慮した平行定数 K っていうのは、こういった形で書けますよっていうことが導きます。で、この平行定数っていうのは結局、これね、この式から分かるのは、この原料がどんだけ減るのかっていうのも分かるし、生成物がどんだけできるのかっていうのが K の値から分かるっていうところがポイントです。例えば K が 0.5 だとしたら2分の1に絶対になります。ね、そういうふうに分かると思います。例えば K が 1.5 だったら絶対に2分の3っていう比率になりますよね。それが大事なんです。だから平行定数っていうのを求めることが大事になってくるんですね。はい。で、ここがすごく大事。ここすごく大事なんですけど、反応式と反応速度式っていうのは大きく異なることがあります。これをわざわざ書いておきましょうかね。ここがめちゃくちゃ大事です。反応式、大事っていうところが大事です。もう大事なところは超大事。こう、反応速度式には実験により決定されるので、反応式から決まるものであります。例えば皆さんこれちょっと思い出してもらいたいんだけど、先週こうやりましたよね。こういった、これ書いちゃう。A が P になるときに、v は ka と、置きましょうと。a プラ b で b になる場合、v は a と b の濃度だよね、みたいな。で、aa プラス bb が、何か p になったとき、v は a の。ここねって、一応教えたんですけど、実際の世界で反応速度式を出そうと思うと結構難しくて、例えばこれですね、H2 プラス BR2 のこの反応ね、臭化水素ができる反応っていうのは、実は反応速度式って、ちゃんとやるとこうなっちゃいます。で、なんでこうなっちゃうのかっていうのは、実はこういったいろいろな反応が関与してくる。だからこの H2 プラス BR2 が 2HBR ですね。H2。2HBR は、この反応式だけ見たら、V っていうのは、K の H2 と、2って書きそうじゃん。ね。この式をこのね、やつを参考にして。で、ここは書きそうなんだけど、実はこれじゃなくて、この反応式になっちゃいます。速度式になります。で、これね、この過酸化水素の分解、これ水と酸素になっちゃうんだけど、これもね、2H2O が、O2 が、水と酸素になる反応ね。これも、これを参考にすると、2乗って書きそうじゃん。これね、2乗。2乗って書きそうでしょ。これね。でも実は2乗じゃないんですね。反応式としては2乗じゃありません。なんでかっていうと、こういった反応が進んでるって分かってるから。なので、実はですね、反応式から反応速度式分からないですね。実は分からないです。反応式から反応速度式っていうのは、実は分からないんだけど、だから、分からないから、やらないってわけじゃなくて、わからないんだけど、反応式から反応速度式を予想できないといけないです。いいですか？ここが大事。ここはね、ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、実際に化学工学やったりとか、会社に入ってプラント作ろうとか、そういった開発チームとかに入ると、めちゃくちゃ反応速度式解きます。私も、前々任校は山口県の大学の方に行った時に、反応工学、ちっちゃな実験室レベルのプラントとか、自分で設計して作ったんですけど、その時やったんですね。だからその時独学で結構やったりとかしたんですけど、だから反応速度式もガンガンやります。だから何か製品を作りたいとか、工場勤務したいとか、結構楽しいんですけどね。やると、この反応式から反応速度式を予想するというのは大事になってきます。だから今日は反応式から反応速度式を予想するところをやります。だからこれね、しつこく書くんだけど、反応式から反応速度式を予想しないといけないんですよ。だからこの未来予想ね、分かんないんだけどね。っていうのが大事です。じゃあ、反応速度の導出で何ができるかっていうと、この一次反応と二次反応について、反応式から反応速度式を予想する。反応速度式を立てるってことがまず、1です。1、ね。で、反応速度式から、K次濃度変化。時間が経った時の濃度の変化。および半減期っていうものがあります。だから、初めの濃度が半分になるのがどのぐらいのかっていうところを求める方法。これは2番目。で、それを踏まえて、それ踏まえなくてもいいんだけど、1からできるんだけど、このアレニウスプロットから活性化エネルギーを求めるっていうところまでが、この反応速度の大事な部分です。ね。これ大事です。後で説明しますけど、こう3つ目が一番大事。じゃあ、まずは、一次反応です。ね。ここに書いてあるけど、一応ね、動いた方が、知識になりやすいから、A が P になる反応で、これ一次反応だとして考えると、これね、反応速度式っていうのは、こういった形で置いて、A の濃度が減少する方向に対して、速度式を受けます。だからこれをこういうふうに式変形して、初濃度、一番初め A0、まあ、t としては0時ね。これ温度じゃなくて時間ね。から、ある温度、ある濃度か、ある濃度に対して、まあ t がね、t までを積分すると、これ積分すると、これはだからさっきの積分の式ね。だから、うわーなんか積分出てきたよじゃなくて、もう x 分の1を積分すると、こうなんだなとも覚えておいてください。ね、だからこの式っていうのが、ね、こうなってますよね。こうなってます。で、ここは、1の積分だから、こういうふうになります。で、これまとめてやるとこうなります。ですかね。だから、一次反応式の A の濃度変化っていうのは、初濃度からこういった、ものをかけると、予想できますよってことがわかります。じゃあ、続いて、このね、反応速度式、一次反応の反応速度式が分かったから、このね、生成物 P の濃度っていうのを予想したいと。だから、どんぐらいできるんだと。ことを予想したいわけ。で、初めの濃度。初めの濃度は、結局は、初めの濃度から P っていう生成物ができるし、未反応物の A っていうものができるってことがわかるよね。これね。もうここに書いてあるけど。これ書いてあるけどね。なので P だけの式にして A0-A だけど A は反応速度式からこう求めるからこういう式になりますよね。だからこれについて P と、A か A の、の時間に対する濃度変化っていうものをグラフにするとこう指数関数的に減少していくし指数関数的に増加していくグラフが得られることがわかります。ですか？はい。で、3つ目。これ3つ目は結構、まあ、そこそこ大事で、半減期。半減期ね。初濃度が半分に達するまでの時間。ね。で、反応速度を示す指標です。だから、どのぐらいで濃度が半分になるのっていうのを知るってことは、反応速度がどんだけ速いのかっていうのを知ることができます。ね。だから、タンク突っ込んで、A っていう物質測って、1時間後に、K 内の容器バーって抜いて、A がどんだけ残ってるのかっていうのを調べれば、どんだけ反応してるかってわかりますよね。はい。で、これっていうのは、A の濃度っていうものが、初濃度から半分になった。で、半減期の値っていうのは t の2分の1って書くので、これを代入するだけです。まあ、でもさっきの積分の式にね。で、ジャカ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 やると、こういう式が、求められます。だから、一次反応式の半減期の式っていうのは、この式で、導くことができます。で、ここで大事なのは、一次反応の半減期っていうのは、初濃度関係ありません。これね、結構大事です。だから、例えば大学院とかで、反応速度の、もし口頭試問ね、やられるときに、よく聞かれる話です。第1次反応、2次反応、何が違うのと。半減期について何が違うか覚えてるみたいな。そしたら、1次反応っていうのは基本的に、初濃度関係ありません。つまり、このね、原料である A っていうものをたくさん入れようが、ちょっと入れようが、半分になる濃度っていうのは、もうある一定に決まった K によって、決まるってことが分かってます。反応速度定数 K によって決まるってことが分かってます。これ大事ね。一方ね、二次反応っていうのは後で出てくるんだけど、初濃度に関係してきます。濃度たくさん入れた方がいいみたいなね。で、続いてやるのが、この二次反応になります。二次反応ね。二次反応まとめて、やる、教科書も書いてあるんだけど、例えばね、こう、どう書いてあるかっていうと、A プラ B が P になると。で、これが A が B と同じとき。A が B と違うときみたいな、教科書もたくさんあります。まあちょっとこの授業ではね、こうわざわざちょっと分けて AA とが P になるときと A プラ B が P になるときの反応速度として、解いていきます。だから途中式一緒です。ザーってやっちゃいますけど、これね、これっていうのは、反応速度式を立てると、こうなると。で、さっきの一次反応と違うのは、ここに2乗がついてるからです。で、これも、式変形して、積分に、すると、こうなります。ね。さっきもね、思い出しをしないと、x 次乗分の1の積分っていうのは、もうね、x 分の1になるよっていうことは分かってるかと思います。だから、こういうふうに形になって、これマイナスかな。一応見とこうかね。これね、こうね。これ、前にね、マイナス、すいません、これちょっと忘れてるけど、マイナスね。こうマイナスがつくから、こうマイナスがつくから、ね、この A0 と A っていうのの順番が逆になってるね。ね。これちょっと不親切だったかな。まあいいや。で、マイナス KT だから、これも反応速度式バーって解くと、まあこうなると。で、この式っていうのはよーく見ると、時間 t、を x 軸にして、ね、A の濃度を y 軸にしたときに直線の式になれば、二次反応だってわかります。大事なんですよ。だから、結局反応式から、ね、反応速度式を予想するときに、実際に反応させて、あ、これ一次反応だなと。だから一次反応かどうかっていうのは、半減期調べて、初濃度に影響しないんだったら一次反応なんです。で、例えば、ある時間に対して、濃度変化をね、y 軸にして振って、直線になったら、お、これ二次反応じゃねみたいなのが分かるってことです。ですか？ここが大事。はい。っていう、まあ、こういうふうな式変形できます。で、当然、さっきと一緒で、経時変化、ね、経過時間に対する変化を置いて、さっきと同じ風にバーって解くと、こういう式が起きます。で、これっていうのは、2個の A が P になるから、2倍 A の方が減少してきます。代わりに、半分の、モル数しか P が生成できないから、さっきとは違って、これね、この A0 に沿ったここまでできるよっていうのが、半分。しか P ができないというのが特徴です。で、半減期としては、濃度が関与してきます。まあ、これもね、さっきとやり方一緒です。半減期ね。だから、A っていうのをこう置いて、積分こう置いて、計算すると、この式が導けれます。二次反応の半減期は、初濃度に関係あるんですね。一次反応は関係ないんだけど、二次反応っていうのは、初濃度に関係があります。だから、A の濃度っていうのをたくさん入れるとどうなるのかってわかりますよね。この半減期の値ってものが、A の濃度をたくさん入れれば入れるほど、分母が大きくなればなるほど、t の半減期の値っていうのは小さくなっちゃいますよね。だから、A をたくさん入れた方が、早く反応。で、二次反応の2番目。これね、こっちの方ね、A と B が違う場合。で、これも途中まで式一緒なので、初濃度 A、B と B といて、化学量の時に A と B は同モルずつ変化していきます。だから、こういうふうに初濃度から X 引いたものになります。で、A の微小循環の減少量は X の微小量の増加量と一緒だから、DT 分の D の A の濃度変化っていうのは、DT 分の D の X がマイナスプラスになるよと。そしたら、この反応式っていうのは、こういうふうに書けますよね。だからこう一緒。ここに間に入ってくるだけ、ね、で、この式に対して積分計算すればいいです。ね。で、これも式も整えて、こういう形になるから、積分計算してください。だからさっきのよく反応式でよく出るやつの3つ目です。3つ目ガンガン解けば、最終的にこういう値になります。で、結構これが多いんですよ。A プラ B みたいなね。何か2種類で混ぜますよと。だからどうなるかっていうと、こういうような式が導けて、ここからです。このね、すげえ細かい字で書いてるんだけど、A が B の場合、ね、B が過剰にある場合、反応が進行するに従って、濃度差指数関数的に大きくなってますよね。B の減少量と A の減少量、A の減少量の方がすごく大きいですよね。これを指数関数的に大きな差ができると言います。だから A が完全になくなる頃に B は未反応物として残ります。つまり A と B の初期濃度に大きな差をつけておくと、比較的短時間で反応が終了するということが予想できます。これが大事です。これね、だから A と B の反応をやったときに、これが大事です。で、少量で貴重な薬剤の化学反応を調べるときに、ね、実用的に使われている方法なんだけど、安全で安価な反応物を、初期濃度を薬剤に対して過剰に、だから薬剤が A だとして、この B に、ね、過剰反応物として、こいつをたくさん入れるんですね。そしたら、薬剤がどういうふうに効くのかっていうのを、観察することができます。だからこういう方法が実際に行われています。ね、だからここからでも、もしね、製薬やりたいんです。でも反応速度わかりませんっていうダサいことを言わないように気をつけましょう。はい。だから結構反応工学使いますよ。はい。で、続いて、最後にやるのはこのアレニウスプロットになります。で、もうほぼ終わりなんだけど、ね、初期濃度を変更して化学反応の反応速度を継続し、反応速度係数を求めると、温度 T が高いほど反応速度定数も増大することが分かっていました。これ第13回目の講義内容なんです。だから先週の内容です。で、この反応速度定数が実験的に蓄積された19世紀にさっきのね、結構こわもてのおじさんがアレニウスって言うんだけど、反応速度定数 K に温度依存性があるよっていうことを、見つけました。で、まあ、アレニウスさんのね、伝記とか読むとかなり面白いんだけど、小さい頃お父さんの、仕事見ても数学覚えちゃうみたいな。で、若い時にも大学入っちゃうみたいな。で、何か法則とかを見つけるのが得意だったみたいですね。だから、まあちょっと脱線しますけれども、まあ、この LNK を t 分の1に対してプロットすると、こういうふうな直線性が得られるっていうことを発見したわけです。ここからがすごいです。だから、これね、LNK、これ y イコール、切片、引く、傾き、t 分の1。ね、で、こういろいろやっていくうちに、まあこの a はまあ切片で、まあこのいいんだけど、まあね、これ頻度因子っていうんだけど、まあこれもね、いろいろ調べると面白いんだけど、その b の部分に、実は活性化エネルギーがあるってことが分かってきたんですよ。これが面白い。これがね、つまり、まあちょっとね、どこが面白いかっていうのは後で説明するけど、これね、これどうやってやるかっていうと、様々な温度 t に対する速度定数を実験的に求めて、アレニウスプロットすることで、活性化エネルギーを見積もることができます。だから、アンモニアの反応でも何でもいいんだけど、いろんな温度で、速度定数 k を、導くっていうことが大事になってきます。で、速度定数どうやって k を求めるかっていうと、こういったいろいろな実験やって、でね、初期濃度からある時間において、その時の濃度を調べたら t って出るよね。こういうとこね。こういうとこね。この t だけの、k だけの式にしたいんだったら、別に10分後、初めの初期濃度がどんぐらいの濃度になった時の k の値っていうのを求めることができますよね。で、これを例えば、10度、20度、30度、40度、50度、60度みたいな感じで、K の値をバーってやって、この LNK で、プロットすると、こう直線性が得られると。そしたら活性化エネルギー出ちゃうよ、みたいな。R は 8.31 の値ですね。で、何がいいかっていうと、これ先週の絵だけど、この化学平衡的に言うと、この反応物と生成物のこのバランスだけで、ね、反応がどっちに自発的に進むのかって分かったはずです。で、先週から反応速度になったんだけど、例えばダイヤモンドと炭素だったら、鉛筆の芯ね。だったら、ダイヤモンドの方が実は活性化、ギブスエネルギー高いですよね。これを覚えてますかね。だから、ダイヤモンドは、ダイヤの方が活性化エネルギーが高いから、自発反応です。だから、ほっといたら、ダイヤモンドが黒鉛になっちゃうんです。でも、実際ないですよね。皆さんの持っている、ね、指輪のやつとか、ね、国宝とかね、いろいろなダイヤモンドありますけど、まあ別にルビーとか全部一緒なんだけど、宝石っていうのは、基本的にこう、自発的に我々の生きている時間スケールで、ボロボロボロと黒煙になることないですよね。それなんでかっていうと、この活性化エネルギーが高いからです。ここね。ここの EA の値が高いから、できないんですよね。で、もし皆さんが何か A っていう物質から B っていう化粧品を作りたいと思った時に、どうやらギブスエネルギー的には自発的な反応なんだけど、うまく反応が進まんと。で、どんぐらいのエネルギーを加えたら自発的に進み始めるのかっていう、この活性化エネルギーを知りたくなってくるわけです。要は。これがアレニウスプロットから求めることができるよってことです。ここね。ここの値を活性化エネルギー、アレニウスプロットから求めることができます。だから、私の名前で調べてもらえばたくさん学術論文も出てくるんだけど、ある物質ね。例えば何でもいいんだけど、例えばインフルエンザのタミフルとかね、ああいう物質がどういった条件で反応が進むのか。だからこの活性化エネルギーを求めるだけで実は論文になっちゃいます。この活性化エネルギーを求められるよっていうのは大事なんです。で、この活性化エネルギーを求まることによって、どのぐらいのエネルギーを加えたら自発的に反応が進み始めるのかっていうのが予想できるから、反応予想ができるから、工場のプラントをじゃあどういう作りにしましょうかっていう話になってくるわけです。だからその辺のね、詳しい細かいところは反応工学で、学んでください。ね。来年からね、新しい先生がいらっしゃるのかな。反応工学ね。だから、非常にいい先生なので、いろいろ学んでいただければと思います。では、来週はですね、すみません、ここ新しくなってるんですね。反応速度論3として、もう少しいろいろやりたいのと、あとは酵素反応ですね。だからこの中でも、生命系に少し興味のある人は、生命の酵素反応系の反応速度も少しやって、ミカエルスメンテン反応とかですね、をやって、この物理科学の15回の講義を終わりたいと思います。では、また来週で終わりですね。はい。で、実はですね、何人か気づいてるかもしれませんけど、最後のこの手を挙げてる時に、チョキとかグーとかやってて、実はじゃんけんやってました。はい。では、今週も終わりです。